皆さんこんにちは。今日は今ユース町田で展開中のロコモティブシンドローム、日本語では運動機症候群と言いますが、それを予防するためのエクササイズを紹介いたします。ところで、現在我々を取り巻く環境は健康という観点からしますと身体不活動という状況になっています。中でも筋肉に関して言えば特にその萎縮が著しく、歩く機能の低下が、叫ばれています。これを防ぐために、ユース町田では、人間は考える足であるというエクササイズを、開発しました。それがこちらです。でさらにそれを集約したものとして運動機という漢字にその運動を集約したものがこちらになります。でこれを、ただ行うだけではなく、曲に合わせてやることで、ただ単に運動だけではなくて頭を使うことができますし、たくさんの仲間とやることで、楽しく心も動くことができます。すなわち体と頭と心が動かせる、エクササイズになっておりますので、この後ご紹介いたします。7つのステップの種類を紹介していきます。1つ目、無駄足です。まっすぐ立ったところから足を横に出して元の位置まで戻します。前に動かしたり後ろに動かしたりすることができます。足の内ももの力を意識して動かしていきましょう。2つ目、浮き足です。足を開いたところから片側のかかとを浮かせていきます。足の指の裏側で床を押すように運動をしていきます。テンポを上げたりゆっくりと使うことができます。足の付け根周りに違和感や痛みを感じる方は足を閉じたまま行うことにしましょう。3つ目、二の足です。かかとつま先を前後に動かしていく運動です。バランス力を養っていくことができます。また足を後ろに引いた時にはお尻に力が入ることを意識しながら行っていきましょう。4つ目、上げ足です。膝を体の前に持ち上げて横へ開いて元の位置まで戻します。バランス力と内ももの力をしっかりと鍛えることができる運動です。足を上げる高さの目安は足を上げた時に姿勢が崩れない高さまでを目安に上げてください。5つ目、抜き足です。足の後ろの力をしっかりと意識していきます。太ももの裏側がしっかりと使える運動になっています。体が前に大きく倒れたり腰が後ろに反り返ったりしないように注意をして動きましょう。6つ目、にじり足です。つま先とかかとを横へ同時に同じ方向へ動かしていきます。内ももの力をしっかりと締めてお腹にも力を入れながら動かしていきましょう。気をつけてほしいのはつま先と膝が常に同じ方向を向くように運動することを意識してください。7つ目、歌と歌の間の間奏の部分で勇み足という動きを行っていきます。一歩または半歩どちらでも結構です。前に踏み込んだ時に太ももの前側の力をしっかりと意識して動かしてみましょう。以上です。
ー。